さて、願わくばそろそろファング君にご登場いただきたいところですが。あんま信用してないんですね、ファングのこと。彼のことはそれなりに評価はしていますよ。あくまでそれなりにですが。行きましょう。せめてフューリーだけでも持ち帰らなくてはね。もう何でもいいから早く出てきてよ、ファング。パートナーの私が恥かくんだからさ。てっ、油断したな。コーチ、次やります。行きます。ない。くらえ。サンキュー。そこ。任せと。次だ。我が魂は我が血。私がエフォールをじっくりと教育し直しました。今では興奮した時にしかあの頃の面影を見ることはできません。殺、滅殺、暴殺。思い出したか。
くないくらい恥ずかしい過去だから、さっさと忘れて二度と口にするんじゃねえぞ、このうすらトンカチと、エフォールは申しております。ごめん。どうしました？置いていきますよ。もう言わないから落ち着いて、行こうエフォール。分かればいい。ではすぐに回収して。シャルマン、敵性勢力の接近を確認した。すんなり回収というわけにはいきませんか。まあそれくらいでなくては面白くありませんかね。来る。最初から全力でいきます。一戦行くぞ。やります。行きます。よし、今始める。狙う、貫く、
ます。無事に回収できましたね。案の定ファング君は現れませんでしたが、やっぱ信じてなかったんですね。無理もないけど、そう都合よくことは運ばないと思っているだけですよ。彼の知的レベルは少ししか疑っていません。さてここで待っているわけにもいきませんし、次の場所に向かうとしましょうか。私もね。シャルマン様、次の探索の前に一回町に戻りましょうよ。緊迫感というものがないんですか、あなた方は。だって飲まず食わずでここまで来たんですよ。次のフューリーの在りかに水や食べ物があるかどうかもわからないし。仕方ありませんね。わかりました。ですが腹ごしらえをしたらすぐに出発ですよ。さすがシャルマン様、話がわかる。よし、じゃあ戻ろう戻ろう。やれやれ、主が主なら妖精も妖精というか。お、シャルマン様、何か言いました？いいえ、何も。いらっしゃいませ。ありがとうございます。人を探していらっしゃるのですか？ええ、目つきが悪く黒っぽい上着を着ています。それとフェンサーなので剣を持っているかと。ごめんなさい、思い当たる節はあいにくと。いや、いいんです、気にしないでください。はい、それでは。やれやれ、人探しというのも難しいものですね。手がかり一つ見つけられないとなると。おっと、そこのイケメンお兄さん、お得な情報があるんだけど買わない？あなたは。お目当ての人の情報がなんとこのお値段。しかも今ならさっきのお姉さんの3サイズまでついてくるけど、どう？買わない？3サイズの方は結構ですよ。女体の神秘は己の手で知るべきものです。それよりも目当ての人間というのはひょっとして。それはもちろん、お兄さんが探してる
黒い上着で目つきの悪いフェンサーのこと。いいでしょう、その情報買わせていただきますよ。毎度あり。それでその男はどこに？プラディーセ洞窟に入っていくのを見たって噂だよ。相当な腕の持ち主で襲ってきた盗賊を一瞬で返り討ちにしちゃったってさ。見つかるといいね。じゃあ私はこれで。シャルマン様、お待たせ。汗かいたからシャワー浴びちゃった。エフォールも浴びた。それは結構。綺麗好きな女性は嫌いではありませんよ。それよりも皆さん、次の目的地を変更しましょう。バング君らしき人物を見たという情報がありました。え、本当に？確実かどうかは分かりません。しかし今はそんな情報でも当てにするしかないですからね。さあ行きましょう。ありがとうございます。いらっしゃいませ。